皇太后、皇太后、皇太后は、先代の天皇、皇帝の皇后であったもの、及びその称号。ただし必ずしも、この定義に当てはまらない事例もある。日本においては、太子皇太后、皇后と、並び三皇、三宮の一つで、太后とも略される。長楽宮を別称とする。日本では、以下のものが皇太后と称された。神話上は、 神武天皇の皇后であった、姫田田たらい鈴姫命が、息子水星天皇の即位と同日に皇太后となったのが、初とされ、律令では、天皇の母で皇后であったものに与えられるとされた。しかし、文武天皇聖母の藤原都夫と皇太后、公認天皇聖母の木と千姫を、造皇太后とするなど、皇后を経ていない国母が、皇太后、ふとし皇太后と宣言されるようにもなり、 佐賀天皇の皇后、立花の勝子が、佐賀が弟淳が天皇に上位するのと同時に皇太后となったり、大乗天皇の配偶者、天皇の母ではない、五霊勢天皇の中宮の少子内親王が、藤原観子の皇后立皇により、皇婦都市となる、等、実態は複雑化した。皇太后には、世話をする部署として、皇太后宮職が置かれた。 また天皇が即位前に聖母が死別していた場合、即位の際に皇太后を追贈することもあった。例として、白河天皇の母、藤原茂子は、父後三条天皇の皇太子時代は宮どこ所に、泊まって創生するが、白河天皇は即位すると泣き母に皇太后を、追贈した。そして白河天皇の長飛の中宮の、藤原里子も息子の即位前に創生するが、 この堀川天皇が即位した際に皇太后を追贈された。江戸時代初期以降は、先代の着災をもって皇太后とするのが慣例になり、また、中期以降、太し皇太后の損傷であった大宮を別称とするようになり、皇太后の御所大宮御所と称した。明治一新以降は皇太后は、先帝の皇后、または天皇の母の称号となり、 皇室天範、昭和22年1月16日法律第三号により、皇族、内定皇族に含まれ、第五条、継承は、陛下と定められた。第二十三条。また、大法律領以来参考の範囲、未来は、不都皇太后、皇太后、皇后の順と定められていたが、1910年、明治四十三年制定の皇族未礼。 明治四十三年三月三日失礼、第二号第一条により、皇后、太子皇太后、皇太后の順と定められ、皇后を上位と改めた。近代以前に皇太后が追号として用いられたことはなかったが、明治以降は、皇明天皇の女王、順三宮で、明治天皇の着母、形式上の母、聖母ではない、の英称皇太后、明治天皇皇后であった。 昭権皇太后に送られている。英昭皇太后は、明治天皇即位に伴い、皇后を経ずして皇太后に作立された。昭権皇太后については、本来皇后が追合であるべきとして、明治天皇と昭権皇太后を祀る明治神宮は1920年、大正9年に、宮内省に、1963年、昭和38年1967年、 昭和42年には、宮内庁に、追尾、証券皇后に変更するよう申し入れたが、認められなかった、証券皇太后追合についても参照。時代の大正天皇の皇帝明皇后以降は、皇太后として放御しても生前の最高位である、皇の位で追合されている。なお、2017年、平成29年6月16日に交付され、2019年、 平成31年4月30日に施行された天皇の退位等に関する皇室天般特例法では3条で全条の規定により退位した天皇は上皇とする。4条で上皇の皇は上皇皇とする。とそれぞれ規定しており、歴史上大上天皇の配偶者にも用いられてきた皇太后称号を使用せず、歴史上一度も存在しなかった。 上皇后という称号を定めており、議論を呼んでいる。中国では、旗、漢の時代から、秦の時代にまで、在位中の皇帝の聖母と仙台の皇后を並び、尊崇して、皇太后と呼ぶ。最初の皇太后は、前漢の劉邦の皇后の旅記事である、式によれば、最初の皇帝秦の始皇帝の皇妃は巡視させられた、ために皇太后にあたる者はいない。最後の皇太后は、 新朝の皇所定の皇后高広皇太后である。朝鮮の君主は天皇や皇帝ではなく国王だったため皇太后ではなく大妃という。1895年に大韓帝国が成立した時には朝鮮王皇祖が大韓皇帝となったが性室はいなかった。次の巡州の形室の巡査だ高皇后が副君の死後1966年まで生きたため、 最初で最後の交代号である。ベトナムでは、帝朝の時に君主号を皇帝をしたためその性質は皇后となり、皇帝号も現れた。最後の皇帝号は、古大帝の記載、タイカオル皇后こと、モニクマリバドーである。彼女は、存命、1946年生まれであるため、アジアで唯一の皇帝号である。役語として、皇帝の未亡人、 英語に、皇太后、先代の王の王妃だったもの、英語に、王太后を用いることがある。また、王国の元首をすべて皇帝と称してきたかつての儀天上の慣例化、王太后に対して、皇太后の子が用いられる場合も少なくない。ヨーロッパでは一度帯びたくらいは、原則終身保持できるため、1989年に放御した。 オーストリア・ハンガリー帝国の最後の皇帝カー一世の皇后を継いだ、オーストリア・ハンガリー帝国は1918年に滅亡しカール一世は1922年に崩魚がヨーロッパ最後の皇太后である現在皇后英語エンプレスの地位が存在するのは日本のみであるため1947年までインド皇后英語エンプレスオブインドであり 2002年に崩御したエリザベス・ボーズ・ライアン、ギリス国王・ジョージ六世妃、同情エリザベス二世聖母が、日本以外における最後の交代号である。日本では天皇の母であるキサキを母皇、読みは母皇、または母キサキと呼称するが、ヨーロッパにもこれに相当する呼称、英語、がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。